ガガガガゲロ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 ガガガまあ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 めねえねえねえモン君、はい、さっきのまあまあまあって何え、なんかまあまあまあって聞こえ、先生本番始まってますよ、うん、知ってるけどさ、なんか多分気になって、なんだったのあれ教えて。いや、先生本番始まってますまあまあまあ、なんだったんだろうあれ、教えてよ。ちょっと多分みんな気になってるよ。発声練習です。あ、発声練習だったの。まあまあまあって言うの。先生ちょっと、うんうん、本番始まってますから、うん、知ってる、分かってるけど、発声練習ってなんか普通なんかあえいおえおあおとか言わないっけ。あれはモン君バージョン、てか皆さん知らないですから本番行きましょう。気になるよね、皆さん気になっちゃうよね。どういう発声練習あれ、何まあまあまあって。豆が好きなんです。豆、はい。Are you like beans? あ、ビーンズ。ビーンズ。はい、ビーンズ。あんことか好きなわけ？はい。あんこ。あんこ？うん。あんこって知らないの？なんかと、どら焼きとかに入ってる。ああ、うんうんうん、あの甘いやつですか？そうそう、あれも好き？あ、僕はですね、うんうんうん、あの糖質制限してます。糖質制限してます。はい。じゃあ、あんこはタブー。タブーですね。あ、まあ、確かに美味しいですよ。食べたことありますよ。うん、でも僕はですね、うん、どちらかというと、うん、ベジタリアンです。だったね、忘れてた。はい、じゃあ甘いものは嫌いっていうか制限してる。You're trying to cut down on sweets ってことか。はい、うん、そうですね。そうかそうか。あの、スイーツとかは美味しいですけど、うん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 、You like sweets, but you're trying not to have sweets. ね。そういうことか、分かった。だから豆って言ってたの。そんな言ってません。言ってないの。はい。あまりにも食べたい欲望がって出ちゃったのかな。まあ、豆はですね、うん、まあ要はですね、うん、あの畑のタンパク質っていうんですよ。知ってます？まあまあ知ってるよ。うん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 。だから別に甘いとかじゃないんですよね。でも日本って大体豆って甘いじゃん。今の、ね、時期だったらあんまんとかさ、うん、まあですよね。まあ僕はどちらかというと、うんうんうん、甘いものを控えてるんですよね。はい、はい、うん、分かった。はい、オッケー。じゃあそれがじゃあ君の発声練習だったらね。じゃあ今からいいですか。はい、じゃあ今までカットでお願いします。はい、じゃあじゃあ今日のレッスン始めようかね。もう一回行こうか。はい、はい、もう一回。はい、リカ先生。How are you? I'm great. Thanks. And you? I'm good. Thank you. はい、今日ははい Let's を学ぼうかなと思って。Let's って聞いたことあるよね。Let's go とかあるでしょ、聞いたこと。あ、はい、レッツゴーですよね。レッツゴー。はい、今日は先生書いてますよね。うん、まあもちろん私がね書いたんだけどね、せっせと書いてたよ、レッスン前に。うん、いい絵を読んでるけど、まあレッツは何々しようよってね、カジュアルにお友達を誘う表現なんだ。レッツゴーって言いますよね。レッツゴーって言うよね。はい、例えばさ、今日いい天気じゃん。How's the weather today? It'sサニーだよね。ビューティフォー。ビューティフォーって、ビューティフォーも覚えてたね。はい、こういう日には何したくなるもんか。とですね、僕はやっぱり川で泳ぎたいですよね。川で泳ぎたくなる。はい、ちょっと寒くないかい？大丈夫か？いやいやいや、全然。うん、寒くないですよ。例えばさ、はい、友達誘ってさ、はい、川で泳ぎに行こうって、レッツかってどうやって言うと思う？レッツゴー。うん、スイミング。お、当てちゃった。当てちゃった。舐めてもらっちゃいますよ。そうだね。はい。だよね。Okay, very good.、はい、so you can say, let's go swimming. Let's go swimming. だよね。はい、ゴーに ING つけてあげると、なんなんしに行こうよってことになっちゃうよね。はい。それでちょっと練習していこうか。はい。いいね、泳ぐのね。はい。あー、指示棒が欲しいな。Come on, Andy. Can you bring me the 指示棒, please? え、今日、トムさんは？あ、トムなんか今日ね、はい、所用でお休みらしいよ。He's absent today. He's taking a day off. そうそうそう、今日ね。アンディさんですか？うん、アンディもね、また違うスタッフなんだけど、うん、シジボーちょっと今日はね、あの代わりにやってもらわないとね、他にいないから。
アンディ、カモン。あ、アンディさん。あ、こんにちは。ちょっと。あ、こんにちは。アンディもね、ちょっとまだあの日が浅くて、ちょっと指示棒触れちゃってる感じじゃないけど。緊張してるじゃないですか。大丈夫かな。ちょっと、もうアンディちょっと深呼吸して。僕の初回みたいですね。アンディさん、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、アンディさん。テンパってるね。テンパってる。He's very nervous today. ちょっとお見苦しい点があるかもしれない。ちょっとすいません。はい。ブレてなければいい。はい。はい。じゃあ行くよ。はい。アンディ。OK。大丈夫です、アンディさん。深呼吸です。OK。OK。Take a deep breath. はい。はい。Let's go driving.Let's go driving. Yes, これは もちろんこの Let's go driving だよね。Driving の方。あ、車ですね。Yes. はい。の方ね。Okay. Car. Car. だからドライブに行こうっていうことだよね。はい。Okay. Say, Let's go driving.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  Okay. それでいいね。行こう行こうって賛成するときには Good idea.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  Good.Good. と、idea。idea。good idea。good idea。そして、はい、微妙だなーって時あるよね。あんま行きたくないなーっていう時には、はい、って言える そうそうそう、そうそうそう。これは、日本語で言うところの、の音。あ、なるほど。考える時は、って言う。good. Let's not.Let's not. やめとこってとこ。Let's not. Let's not. Let's not. Very good. Let's not. うまいね。いいですか？僕くんすごくよくできてる。Let's not. Let's not. まあ well とかでもいいんだけど、今日は をちょっと練習しようかね。Let's not. Let's not. Okay. One more time. Let's not. Okay. Very good. Let's not.はい、One more time. Let's go driving. Let's go driving. Good idea. Good ride. Good idea. Idea. Good idea. Let's not. Let's not. Okay. Let's not. Let's not. Okay. じゃあ目とこうってことで、はい、でもいろんな答え方あるんだけど、今日はこの2つを練習していこうかね。はい。うん。なんかアンディあんまり動かすとね、ちょっと字が消えちゃうから気をつけて。はい。大丈夫ですよ、アンディさん。僕。気持ちわかる。わかってます。OK, OK. じゃあ、Let's go driving. まあもちろんこの車の絵なんだけど、はい。じゃあこれなんだろう。Let's... あ、これはフィッシュですね。僕も好きな。素晴らしい。そうですよね。フィッシュ。じゃあ、フィッシング。そう。ということは、Let's go fishing. Fishing. Let's go fishing. Fishing. Good idea. Good idea. Let's not.Let's not. Okay, very good, good, good. 釣り楽しいよね。We like fishing. 僕は直接口で捕まえます。あ、口で捕まえるの？はい。大胆、さすがね。得意ですね。スモグリすんの？いや、もう当たり前ですよ。ダイビングは。先生できないですか？私ちょっとね、苦手。私はちゃんとね、棒を使ってね、釣り竿で取るよ。するですよ。するよ。はい。じゃあ次。はい。これは、Let's go。これわかるでしょ？いや、わかりますけど。何？うん、今回先生書いたの丸出し。なんで？字が、字じゃなくて、絵が、上手です。これ一番上手でしょ？はい。一番上手ですね。はい。じゃあなんて言う？ Let's go。Cycling. Cycling. Good job. Let's go cycling. Let's go cycling. Good idea. Good idea. Let's not. Let's not. Good, good, good. Okay, the last one. はい. Here, what's this? Let's go. Hiking. 当たってます？すごい。私の画力。いや、確実に。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。Yes. ちょっと待ってください。Yes.それはですね、はい、普通の方が見ると、はい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 、お年寄りです。お年寄り。高齢者が、ハイキングしてるでしょ？杖をついて歩いています。でも、うん、僕は、先生の絵を見て、噛んでる。噛んだの？はい。で、まあ、想像力か。うん、想像力か。モン君の Great Imagination のおかげでハイキングって分かった。そうですね。ありがとう。OK、はい。Let's go hiking! Let's go hiking! Good idea! Good idea! Let's not! Let's not! OK。でも、はい、これ使えるんする？ Let's go! なんだろうこれ。これ分かるよね。
まあ、これも僕の勘を働かせていいですか。ダンシング。ダンシング。これも見ての通りでしょ。いやいや、全然全然全然。ダンシングしてるじゃん、こう。全然全然。音楽までね。これは非常口ですね。非常口じゃないよ。音楽ついてどうやって非常口行くの。Let's go dancing. Let's go dancing. Good idea. Good idea.Let's not. Let's not. Okay, good job.、はい、こうやって人を軽々にね、誘えられるんだよ。軽々にいいですか？軽々に。はい。カジュアルに。カジュアルに。誘えるんだよ。はい。うん、Let's はすごいカジュアルな表現。はい。じゃあちょっとお互いに誘ってみようか。はい。Okay? 今日は僕結構得意かもしれません。うん、あ、そう？全部当てましたし。はい。そうだね。はい。素晴らしい。OK、はい。じゃあ行くよ、モン君。はい。Let's go fishing!Good idea. Good idea. Good idea. You go. Go. Let's go cycling. Let's not. え、なんでですか？今日なんかあんまそんな気分じゃない。なりんだね。乗り悪いですね、先生。もう一回。Let's go driving. Good idea. Good idea. Good idea. できるの？運転。運転できるの？今ちょっと、免許教習所に行ってます。通ってんの？ちょっとまだできないのか。先生ね、ゴールド免許なんだよ。え？そう。すごいですね。本当ですか？そうそうそう。そうそうそう。だから、それ、うん、よく言うじゃないですか。免許持って運転しない方のこと。いやいやいや、ペーパードライバーじゃなくてですね、うん、なんて言うんでしたっけ？何？ペーパードライバーっていうのは、うん、あ、ペーパードライバーですか？そうです。大丈夫かな？あ、ちょっとすいません。まだ文句持ってない。あ、持ってないから僕。まだ持ってないからね。はい、まだわかんないことだらけだね。そうですね。世の中知らないことだらけなんだよね。はい。OK、もう一回行こうかね。じゃあ、はい、文句、You start. Let's go driving. Let's not.あ、ペーパードライバーですね。そうですね。ペーパードライバーどころじゃないじゃん、君。まだ持ってないでしょ、何のドライバーも。いや、先生じゃないですか、そんなこと。いやいやいや。先生、ペーパードライバーだから、あーんって言ったんでしょ？違う。まあいいや。だって、文句が、まあいいや。Let's go dancing. あーん、Let's not. あー、why not?ダンシング is fun! 楽しいじゃん、踊りたい。僕はちょっとリズム感ないんですよ。You are tone deaf だし、You don't have any rhythm なのか。tone deaf って確か音痴だったですよ。音痴でリズム感なかったら結構きついね。ごめんね。じゃあやめとこう。Let's not. でも、発声練習上手だったよ。まあいいですよ、それは。Okay. はい、もう少し行こうか。Okay, you start. Go.Let's go hiking. Yeah, good idea. Okay, then, let's go cycling. Cycling? Yeah. Good idea. Good idea. Good idea. だから何々しに行こうっていう時には Let's go ing を使えるね。はい。例えばじゃあ買い物に行こうってなんて言うと。ショッピング。Very good. もう食い気味に行きますよ、今日は。食い気味に行きますよ。どうぞどうぞ。はい。Let's go って言って。Let's go shopping. Good idea. Very good. 他には何があるかな？ Let's go fishing. Let's go swimming. Swimming も好きだったよね。はい。まあ、Let's go いろんなところで使える。だから何々しに行くときには Let's go ing でいいし、はい、どこどこへ行こうっていうときには Let's go to になるんだよね。そこまでやっとこうか。はい。Let's go to the park.ああ、公園ですか、公園に行こうって時には、はい、Let's go to the park. Let's go to the park. Yeah, let's go to the park. ザーがいるんですか？そうですね。特定の公園、はい、私が思ってる公園と、はい、僕が思ってる公園が同じ公園だったら、Let's go to the park ってなるし、はい、どこの公園でもいいよって感じだったら、Let's go to a park になるんだよね。あ、あとザーの違いですね。そこすっごい深いからね。はい、今、ここではね、そんなにたくさんは説明できないんだけど、はい、まあ、普通はね。モン君とリカ先生いつも同じ公園行くじゃん。あの公園だよね。先生と行ったことないですけど。話合わせてよ。はい。その時には、Let's go to the park. Let's go to the park. Yes, very good.、はい、ね、映画に行こうよっていう時も、Let's go to a movie. Let's go to a movie. A movie.、その時は 何見るか決めてなかったらね、Let's go to a movie.、はい、
好き映画。Do you like movies? はい、うん、Yes. Okay. じゃあ Let's go to a movie. Good idea. Okay. そんな感じで、はい、軽くね、人をね、誘ったりするときに Let's go は使えるから、みんなもいろんな人を誘ってみてね。はい、どこ、アンディさんどこ行きましたの？アンディどこ行ったんだろう。あ、ちょっとなんか。トイレ行ったって言ってますよ。そっちも忙しくなくなっちゃうね。はい。あれ、僕も最初すぐトイレ行きました。やっぱ緊張するんですよね。やっぱ緊張するとね、匂いが近くなる。そんな感じかな。またこれから頑張ってもらおうね。トイレがいない時にはね、はい。よろしくお願いします。うん、じゃあ、Let's go home now。帰ろうか。OK、はい。See you later。ありがとうございました。バイ。ありがとうございます。There are various ways to ask people out. The most casual way to ask people out is using let's, like I introduced in this video. いろいろな誘い表現がありますけれども、この動画でご紹介した let's が一番カジュアルな方法です。Or you could also say, why don't we go to a movie? Or how about going to a movie? Why don't we? や how about ing などを使った表現もあります。If you want to be a little bit more polite, then you could say, Would you like to go to a movie? もう少し丁寧な表現で人を誘いたいときには、Would you like? が使えます。As for the response, you could say, I'd love to, or I'd love to, but I have to work overtime. そしてそのお誘いを受けたときの返答なんですけれども、行きたいときには喜んでという I'd love to が使えます。他にも、もし断るときには、I'd love to, but I have to work overtime. 喜んでそうしたいんですけれども、仕事があるんです。残業しなきゃなりません。みたいな感じでね、誘いを断る表現もできます。やはり誘いを受けたら、断る理由などもね、一緒に使うと、感じは伝わると思います。状況に合わせていろいろな誘い方をしてみましょう。